強すぎ。はい、自宅に帰ってきました。結構雨風が強くて大変でした。はい、新しいです。難しそう。はい、おはようございます。はい、今日のお昼ご飯です。太郎さんのルーツとか、もともとこんなことやってましたけど、それめちゃめちゃ知りたいです。あれや、はい、仕事終わったんで帰ります。今日もお疲れ様でした。おはようございます。わかりました。ありがとうございます。はい、ミーティングの方終わりました。今から家に帰ります。はい、おはようございます。今日も一日頑張っていきます。これから帰ります。はい、そしたら今から体育館が使えるのでバスケの練習に行きたいと思います。おはようございます。今日も最高の一日にします。
退会して、また、新しいジムの方でトレーニング、今行ってるジムですね、そちらの方でトレーニング始めたいと思います。ありがとうございました。行ってみます。さっきまでね、別の体育館で自主練してたんですけど、急に友達から連絡が来て、別の体育館で、まあ、対人練習できるからおいでよって言われたんで、今急遽移動してきました。ちょっと対人練習やっていきます。はい、ここまで動画の方をご覧いただきありがとうございました。今週は結構バスケもやっていて、まあ初めて行く場所、ゲスト参加とか結構行っていて、まあいろんなバスケットボール触れられました。あとはまあ最近ちょっと忙しくなってきて、まあ仕事との兼ね合いとかいろいろとあって、まとまった練習時間取れてないんですけど、まあその中でもちょっとした隙間の時間にしっかりトレーニングしたり、もしくはバスケの勉強したりとか、まあちょうど今ね、 B リーグも佳境に入ってきて、 W リーグもプレーオフとか、もうちょっとファイナルってところに来てるんで、まあそれぞれ本当優勝争いとかいろんなバスケ見れていて、まあ、見る方もすごく勉強になってます。はい、こちらの動画の方最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ご視聴の方ありがとうございました。さよなら。